もう、本日も家ですごそう、シャレオツチャンネル、アルティメットをご視聴いただきまして、ありがとうございます。愛の YouTuber、アルティメットです。シャレオツということでですね、今回は私、コロナになってしまいましてね、今、自宅療養をしてます。で、2週間目突入しました。ですが、まあ来週の月曜日からね、お仕事行かないといけないってことなんでね、やっぱりね、元気をね、つけたいんですよ。で、で、こんなものを買いました。じゃん。これはですね、佐賀県の竹崎島、のね、こはった、女子会の皆さんからね、買いました。こはったです。それをね、私今日、人生初めてのね、寿司職人になってね、こはた寿司をね、作りました。こはった女子会の皆さんとは、去年の12月にね、鍋作った時に、竹崎ガニを買いましてね。まあ、その時からのご縁です。で、ただその時にね、ちょっと、まあ、いろいろあってね、ちょっと申し訳ないなっていうようなことがありましてね。まあ、それからインスタグラムを通して、ね、交流を重ねて、今回リベンジさせてね、いただけることになりました。でね、終わった女子会の皆さんからね、今回こういうものをね、いただきました。これは、こはた、これは、竹崎のね、マップです。でね、竹崎にね、来た時に、これを見れば、ああ、なんか、こういうところがあるんだなーってね、詳しく書かれてるんですよ。なのでね、私はアフターコロナをね、迎えるまでね、先ほどのマップをね、大切に保管したいなと思います。ね、竹崎はね、あ、こはたと、竹崎ガニと牡蠣、この三つがね、名産なんでね、本当に海の幸が美味しそうだなーって。あとやっぱ、で、私が気になってるのが、この、お城ですね。あ、こんな小さな島にも城があるんだなと。ねえ、やっぱ歴史を感じますよね。島にお城があるって、どういう経緯でお城を建てたんだろうなって、ね、すごい思うんですよ。だからすっげえ行ってみたいです。で、今ね、私本当にね、コロナにね、なってね、熱はだいぶ下がったんですけど、咳がもう止まんねえ。で、何もね、やる気になれない。だからね、私とね、同じような思いを皆さんにしてほしくない。だからね、私は一体、家で過ごす皆さん、あなたの意識ある行動が、大切な人、そして誰かを救っていることを忘れないでください。あなたの意識ある行動でね、救われている人はたくさんいます。ね、今この瞬間も医療従事者の方をはじめとする私たちのためにね、リスクを背負って働かれている方たくさんいます。私感染してね、家族とかね、病院の人、保健所の人にね、お世話になってね、外に出れないんですけど、そういう人がいるから、今なんとか生活できてるわけで。外にね、買い物にね、行くこともできないんでね、ほんと辛いです。ね、で、一番辛いのはね、私、会社で拾ったんですけど、
自分が会社でね、拾ったことによって、一緒に仕事しているね、人にちょっと移してるんじゃないかなっていうのが、ほんと一番怖い。私ね、鼻水ね、すごい出るんでね、いつも咳しとるんですわ。だからね、これがコロナの風邪なの、じゃあ咳なのか、鼻水による咳なのかわかんなくてね。ね、一緒に仕事してる人にね、咳 してる状態でね、ちょっと一緒に仕事しとったもんで、もう多分感染させてんだろうなって思うと、ほんと申し訳ないな、という気持ちです。だからね、私みたいにね、意識ある行動してね、できる限りね、ね、あなたの身近な人、に感染させないようなね、努力してほしい。もう本当に辛いから。ってことで、早速、ちょっと食べていきたいけど、もうちょっと。で本当にね、しんどいんで、もうこれ今日食べて終わりにしたいと思います。もう声も全然出てないでしょ。もう喋れば喋るだけ喉痛めて、咳が出るんでね、もうやりたくない。じゃあちょっと食べ、コアダ女子会の皆さん、いただきまーす。お、うわ、美味しい。いやー、うまいな。なんだこれは。ねえ、ココアダってなんだろうなって、最初は感じだったんですけど、ね、ちょっと小さなね、魚でね、でも、なんかすごい、味がね、味付けてて美味しい。うん。いかん。自分で抜いたからご飯が崩れてた。あのね、こうやってね、ご丁寧に、ね、小旗寿司のね、作り方をね、乗っけてくれてね、本当に助かりました。ただ私ね、酢飯をね、このスーパーに行ったんですけどね、なんか、ちらし寿司の酢飯しかなくてね、そこちょっと申し訳なかったです。見栄えちょっと悪いですよね。で、あと、もう一個食べてね、今日は終わりたいと思います。これがうまく握れた。小旗寿司。小旗寿司。ああ、うまい。ああ、すごい。ああ、うまいな。ご飯だ。いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ね、なんかね、元気出てきたなーっていう感じです。このご飯だは、ポケットマルシェでね、買いました。なのでね、今はね、ちょっと売ってないんですけど、またね、売り始めると思うんでね、皆さん、何卒よろしくお願いします。いや、このコハタン。じゃあ、コハタ。これは、まさに、ランジャトワーイ。いや、ランジャタですね。こんなにね、コハタっていうものがね、美味しいとはね、私は思いませんでした。やっぱコロナ禍を通して、初めて知った魚で、やっぱ食べてみるとね、またその、なんか文化をね、知ることができてね、やっぱ新しい発見で素晴らしいもんだなぁと、私は思います。ね、コハダっていう魚がね、佐賀県の竹崎って有名なんだなと、いうのをね、やっぱ知ることができる。ね、そこで、ねえ、なんか皆さんにね、やっぱ親しまれているっていうのはやっぱすごい感じましたね。ってことで、今回はここまでとさせていただきます。いつものやつやって締めたいと思います。決め台詞は、もちろん、シャラッツーね、あと、世界平和訴えてるんでね、このサムネイル、ね、この動画見てくださいね。ね、一日でも早く戦争が終わる日をね、心から祈っております。ご視聴
いただきまして、ありがとうございました。シャツ